しかし、立竹の中学校は、兵庫県豊岡市にある公立の中学校。作詞、安田清作曲岡本新一一海山の恵み、豊けき、我が里に、文化の誇り土書いて、黎明、日本のいでたちにいざや遅れじ、いざともよには高度の知恵をみなぎる学園に、真理の光差し添えば、神聖日本の花は咲く、いざや倒らん、いざともよ三条さんの峰にまたたく金棒子に、 クオンの理想輝きて平和日本のハエアリーザや、モトメインイザともよ1996年に全面改築を伴って、竹野町西町から竹野町松本に移転した。また新校舎の設計者は、ホテルの設計を得意としている人であったためホテルのようにソファーのあるエントランスロビー、ベランダ、ランチルーム、中央階段、エレベーターなどがある作りになっている。このような作りは、 他の学校の校舎に比べると、とても特徴的である。ちなみに、屋上はない。給食は、教室で食べるのが通常だが、竹の中学校にはランチルームがあるため、全校生徒がそこで同じ釜の飯を食うのが通例になっている。ちなみに当時は、約200人がそこで、給食の時間を共有していた。イメージ的には、ハリー・ポッターの大食堂のシーンをイメージ。 していただければ幸いである。そしてランチルームには鏡のついた洗面台が横一列に並んでいる。これもまた魅力である。なぜならばランチルームは体育館の近くにあり、体育館で部活をしている部員はその洗面台をよく利用するため、とても便利な作りになっていると言えるからである。また校門を入るとすぐに時計台があるが、これは 地域のある方から寄贈されたものである。演芸は能力に応じて ABC のグループに分かれ、それぞれ指定されたコースを泳ぐ。かつては演芸の前に一教師による演泳にかける、宣言と音程にアレンジを加えた効果によって生徒が鼓舞された。また、竹野の唯一のシンボルとも言える竹野浜の清掃もしている。いわゆる竹野浜クリーン大作戦と言われている。 その竹の浜の砂を利用して、グランドが作られたため、非常に水はけが良く、雨が降ったとしても数時間で乾くため、部活や体育の授業では、環境の良い状態で運動ができることが多い。地理的には、裏の山を越えると、B、B&G 海洋センターにつながっていると、噂されている。地区の中学校の生徒の通称を、高の子と呼ぶ。 2014年度現在の生徒数は以下の通りである。ありがとうございます。